経済のこと、地域の活性化、どう考えればいいのか、難しい問題です。本日に勝つのは、長野市の恵まれた自然を、地域の恵みとして生かす、そのような政策が必要であると訴えます。水力、バイオマス、CS 温泉熱、そして太陽光、こういったものを生かして、発電できる適切な土地を、市役所と地域住民が共同して、探していきましょう。そして地域のために、発電施設を事業化していきましょう。発電事業から得られた恵み、地域の活性化のために分配して使いましょう。小泉閣下、そのような政策が人口減少社会を迎える今、将来の地域の活動のレベルを維持する原資として備えていく必要があると訴えます。これは皆さん、もうね、日本では始まっているんです。飯田市を見てください。お日様エネルギーを使っています。地域環境権というものを条例で住民に付与しています。長野市も地域エネルギー利用基本条例作って、自然の恵み、発電から得られた電力を地域で分配する、そのような制度を作っていくべきである。リーダーシップがあること必要だと皆様に訴えさせていただきます。